親愛なる皆さん、愛と光の家族へ心からの挨拶を送ります。地球は現在、過去6年間で最も強大なエネルギーの波を宇宙の中心であるロゴスから受けています。これは私たちが目の当たりにしている大きな変化への準備段階であることを意味しています。私たちの前回の更新以降、地球は毎日 M クラスの太陽フレアを経験しています。特に注目すべきは2日前の12月14日に発生した2つの大規模な M クラスフレアと X2.87 の規模を持つ壮大な X クラスフレアです。これは過去6年間で地球が経験した中で最大の太陽フレアであり、本日地球の大気圏に到達する予定です。この強大なエネルギーは無限の創造主から直接送られた強烈な光のブーストとして人類と地球に影響を与えます。この光の増強は特に12月21日の冬至のポータルを前にして、より多くの人々の目覚めを促進することを目的としています。これは皆さんに向けた目覚めへの警鐘です。冬至のポータルは新たな計画、新しいアイデア、そして新しい生き方をもたらすことになり、これらは来年には豊かな成果として実を結ぶでしょう。これは新しい地球への移行が始まる瞬間です。今年地球上で実現することになるすべての夢は、皆さんの冬の休息期間中に種をまき、そのアイデアが新しい地球の創造に向けて具体化されていくのです。冬は皆さんが内面に目を向け、深く自己精察することで多くの真実が明らかになる季節です。これに対して夏は新たな成長と発展の火を灯す時期となります。このような季節の変化を通じて、より多くの個人が目覚めることは、新しい年への大きな飛躍を助けることになります。これにより、5次元の高い周波数が皆さんを、新しい地球の創造へと導く振動へと押し上げてくれるのです。北半球においては、現在、内面の探求と深い瞑想の時期を迎えています。これは自己の内側に目を向け、深い洞察を得るための貴重な機会です。一方で、南半球では新しいアイデアと新たな成長が芽生える活力と更新の時期を迎えています。そして、地球自体も過去1週間安定した状態を保っており、4次元の周波数、つまり平均して10Hz から 24Hz の範囲で波動を保っています。これは地球が静かながらも確実に進化し続けていることを示しています。私たち一人一人がこの進化の一部であることを意識し、それに適応していくことが求められています。皆さんは新しい段階に入るにつれて、精神的進化の非常に重要な時期に立ち向かっています。この段階は皆さんを5次元の周波数に近づけ、地球自体が5次元の密度に向けて進化する手助けをするでしょう。これにより私たち、つまり皆さんの星の家族がより直接的に交流する道が開かれます。地球は5次元の天体へと変化する途上にあり、人間が低い振動の状態にとどまることはますます困難になってきています。暗い存在たちは戦争や分断を通じて低い振動を推進してきましたが、この目覚めへの警鐘はその流れを変える力を持っています。無限の光が皆さんの惑星を包む中で、
多くの人々は平和を求め、異なる道を模索し始めるでしょう。彼らはもはや憎しみや恐怖に心を奪われることはなく、新しい方法を求めています。皆さんはその先駆者であり、新しい地球へと人類を導く役割を担っています。愛する皆さん、他の人々が自らの道を見つけるための手助けとなるよう、あなたの光を輝かせてください。皆さんの光が他者の道しるべとなるのです。私たちは皆さんを心から愛しています。私たちは銀河連合です。皆さんと共にこの重要な時期を歩んでいます。Thank you.